ヒヨコ豆、ヒヨコ豆、ヒヨコ豆、革命は豆赤の自食作物である。カルバンゾ、エジプト豆、茶菜豆などの名でも知られる。俗名はヒヨコ豆を指すローマ時代からのラテン語。種商名はお羊のようなのいで豆の形を羊の顔面に見立てたもの。英名はヒヨコみたいな豆の形による命名であると一般に認識されており、 和名の由来ともなっているが、本来は古いフランス語から来た言葉であり、さらに遡れば、この語の前半は俗名と同じに由来している。ひよこ豆の名は一種の民間語源の産物であると言えよう。中東のひよくなッ日、ガツ地帯を中心に栽培された。歴史上、最古の記録としてひよこ豆が登場するのは7500年前。 トルコのはじらるにおいてである。紀元前4000年には地中海一帯に、紀元前2000年にはインドにまで伝播した。特に古代エジプトで栽培が盛んであった。古代ローマにおいても、あらゆる階級に食されるポピュラーな食物であった、貧困層や農民の食べ物とみなされることもあった。インドでは、チャナーと呼ばれ、インドの食文化において、古今重要な食物となっている。 トルコ南東部が起源とされる。中東、北、アフリカ、インドが主な栽培地。三十九の禁煙野生種があるが、本種と交雑可能なものはのみである。種子は球状であるが、給水線付近が盛り上がっている。春から初夏にかけて、白や糖色の花を咲かせ、その後、毛の生えた鞘をつける。鞘の大きさは三十五ミリメートルまで達し、中に球状の種子を一粒。 稀に二粒含む。種子は白、黒、茶色などの色を帯び、丸く縁を巻いた形をしている。そのため、恩師の頭蓋骨を意味する学名を命名された。染色体数は 2n イコール16で、ゲノムサイズは 7.50bp である。種として、半乾燥地域で栽培されている。中南米では、スペイン人の植民後に栽培が始まった。インドでは、 種品色の違いにより二つに大別される。デーシー、ヒンディーゴ、田舎、地元の胃、またはカーラー、褐色種はベンガル豆とも呼ばれ、表面は褐色でザラッとしており、インドは大陸周辺を及びエチオピア、メキシコ、イランで主に栽培される。カーブリー、ヒンディーゴ、種は乳白色で、デーシー種よりも大粒で表面がつルッとした品種で、 南ヨーロッパ及び北アフリカの地中海、沿岸諸国のほか、アフガニスタン、パキスタン、チリが生産地として知られる。インドは大陸には18世紀頃にアフガニスタンから持ち込まれたと考えられている。インドではまた、チャナーダールというあずき大の品種も栽培されている。種皮は褐色、発芽前の使用は黄色。原産地はトルコ南部と見られており、 栽培種の中でもデイシーの方が、より野生種に近いとされる。またデイシーは、カーブリーに比べて、食物繊維が多くグリセミック指数が低いため、血糖値が高い人も利用しやすい。デイシー種の表皮を取り除いて、使用を二つに割ったものを、チャナーダールと呼び、インド料理では、ダールなどに用いる。一般的なものではないが、デイシー種よりも粒が大きく表皮がより黒っぽい品種が、 イタリアで栽培されている。インドが最大の産地で、パキスタン、トルコがこれに次いでいる。ヒヨコ豆は、亜鉛、養酸及びタンパク質の摂取源となる。また、脂質の含有量は少なくその多くは、高不法は脂肪酸である。食品成分では、繊維分の含有量が、デーシー、チャナー、小粒種は、他の種皮の色が薄い品種に比べ多くなっている。 完熟したひよこ豆を茹でたもの 100g の食品成分。国際版乾燥熱帯作物研究所によるひよこ豆種子の平均値。ミネラル含有量が高いとする報告での数値では、タスマニア大学の最近の研究報告では、血液中のコレステロールを下げる働きが見られる。一般に、鞘が乾燥してから収穫するので、豆も枯れた色の乾燥した状態になる。 乾燥し、させ、た、熟した、種子、豆を水で戻してから茹でて食べることが多いが、若い豆は生でも食することができる。若鶏した、若い緑色の生豆を枝豆のように塩茹でにすると美味しい。煮込み料理やスープ類の具材としても適しており、癖がないので、サラダなどにも合わせやすく、欧米では、サラダバーでもよく見られる。原産地では欠かせない食材であるか。 南ヨーロッパ、北、アフリカ、ラテンアメリカなどでも一般的に見られるものである。インド料理では豆を煮込んだ料理、ダールとして食べることが多いが、未熟種子やスプラウトも生食、あるいは食材として利用される。製粉したひよこ豆の粉はヒンディー語でベサンと呼ばれ、菜食主義者の貴重なタンパク質源となっている。ベサンからパンケーキやパスタを作ったり、 パコーラー、野菜の揚げ物の衣にすることもある。ブータンでも、ページーと呼ばれる天ぷらに似た野菜の料理の衣に、使われる。ミャンマーでは、ひよこ豆の粉、あるいは、水を吸わせてすりつぶしたものから、くず餅やごま豆腐に類する製法で一種の豆腐を、作る。フィリピンでは、甘く煮たひよこ豆を、ハロハロのトッピングにする。中東では、茹でたひよこ豆をペーストにして、 タヒーナ、ゴマのペースト、レモン汁、ニンニク、塩を加えたフムスやひよこ豆をハーブや香辛料と一緒にすりつぶして丸め、揚げたファラフェルが有名である。マグリブではしばしばクスクスの具の一つとされ、エジプトではコシャリの素材とする。イランではいったひよこ豆をおやつとして食べる。アフガニスタンでは軽食として茹でたひよこ豆にミントのソースを添えて食べる。 イタリアのカンパニア州には、ひよこ豆とパスタを煮込んだランピエトゥオニ、ランピーツオニ、またはパスタエチエチ、パスタイーセシーというパスタ料理がある。前者は、雷と稲妻という意味で、ひよこ豆の硬い食感とパスタの柔らかな食感の調和を表現したものである。ひよこ豆は乾燥した気候を好み、雨が多く多湿、特に梅雨時、豆に、 カビが生えるの日本では幸いに向かないため国内ではほとんど生産されておらず日本では二十世紀末まで比較的な地味の薄い食材であったが近年は水煮ご缶詰やレトルト食品にした製品なども見られるようになった乾燥豆の場合は数時間以上水で戻してから茹でて調理に用いる若い緑色の生豆は希少である楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。